养这个啊，我松の台湾大口食べ歩き。台東空港に来ている松。今回松は台東経由で蘭州島へと向かいます。日に数便飛んでいる小型飛行機を利用。蘭州島と、まあ、リュータオが大体この台東からになるのかな。でも、もう飛行機の小ささとかね、だからバックパックでも預けないといけないぐらいの感じ、うん、だからもう小さい荷物しか本当持って入れないぐらいの小さい飛行機なんだよね。お客さんは20人弱を乗せることができるというこの飛行機。台湾東部の玄関口台東からはリュータオや蘭州島への飛行機が大活躍。島民の生活も支えています。乗ると操縦席も見ることができ、ある種の社会見学です。飛行機は自然あふれる蘭州島の空港に到着しました。今ね、蘭州島の空港に着いたけど、ちょっとね、空港そのものはなんか古いようなイメージはあるね、感じはね。で、小さい。これが空港の外観。まあ、リュータオとの比較になるけど、まあ、結構やっぱりこう、飛行機は小さい分、ランディングする時のこう衝撃があるね、ガンガンガーッとね。荷物をトラックから自分で取って空港を出ます。死んでなくてここ動いてるからね。やってまいりました、台湾大口食べ歩き。台湾を愛する日本人レポーター松が台湾のさまざまな料理を豪快に食べ歩く。美味しいものからそうとも言えないものまで本音炸裂、率直にコメント。まさに前代未聞。なんといってもこの男、大口、そして大食いが持ち味。大口を開けて食べて食べて食べ歩く。シーパオラジャッパー、見ているだけで満腹になる番組。皆さんにも画面の前で存分に食べた気分を味わっていただきましょう。台湾大口食べ歩き、今回は一体どんな旅が展開されるのか。在南油岛，你推荐好吃的东西？好吃的，嗯，你可以去那个什么，那个红头村有一间那个、哦、蝴蝶兰。蝴蝶兰。啊，蝴蝶兰海产店，哦、它那里卖的大部分都是比较我们传统的南屿的那种海鲜呐、啊，还是山菜类的。哇、哦，海、哎、菜。海鲜呢？蘭屿島的海鲜，嗯，最海鲜大部分有什么龙虾啦，龙虾啦，啊啊，一些鱼的，啊，深海的鱼啦，啊，还有再来就是现在最流行的，我们这现在是那个什么飞鱼季嘛，嗯，啊，所以嘿，现在有推出什么飞鱼大餐呐、啊，
啊，用烤的，用炸的，用煮汤的都，哎。蘭州島で松が初めに向かったのはこちら。两位。あ、两位。ニューローメンの店では数品を注文。はじめに出てきたのはルードーフ。これがね、ルードーフ。もう真っ黒だけどね。中は、ああそうね、ちょっと豆腐な、色残して。香ばしい。醤油の風味がすごい効いてるね。でちょっとあの酸味があるんだよね。これなんだろう、お酢なのかな。酸味もこれが逆にさっぱりしてる。豆腐の風味と醤油の味わいがマッチしています。柔らかい食感と、まあ、台湾は豆腐料理すごいいっぱいあるんだけど、これはこれでまたちょっと違ったね、醤油の風味を効かしたまた別の味わいがあるね。続いてはタケノコ。台湾の食堂でよく見かける一品。これが寸間。ここのもいいね。出汁がすごく効いてて、なんだろう、あのシャキシャキ感がものすごい出てくるね。この寸間がまた台湾の味を語る上でも欠かせないと思うよ。結構もう店先のね、シャオタイのところにあるしね。お次はこの店自慢のニューローメン。こちらの牛肉はどうでしょうか。これがね、この店の、まあ、大体店名についてれば、まあ、一番のザオバイということになるけど、ニューローメンね、なんか麺がすごくいい感じだよね。麺のコシと、あと牛肉の出汁がすごい出てて、牛肉の味がね、麺に絡んでる感じ。日本の肉うどんとも若干違います。うわ、程よく柔らかいね。おでんの牛すじだよね、これね、味はね、もうかなり日本の食べ物だと、もうそれが本当に一番近いイメージだと思う。肉と麺を一緒に食べることに。この麺のコシと牛すじのね、独特の弾力、これがね、マッチしてるね。ニューローメンに続いてはチャングオ麺。これがね、チャンクオ麺。え、チャンゴ？チャンコ？え、音から入ってきてるのかな。まあ、チャンコってのは日本のね、こういろんな寄せ鍋みたいな感じではあるんだけど。この店麺は本当に、いけるね。この麺は独特のこうツルツル感と、まあ、腰よりも喉越しがいいね。卵とトマトがたっぷり入り、
出汁もよく出ています。うん、これはあっさりめだけどこれもいける。わあ、麺がほんと、うん、なんか口に合うというかね、あっさりしてて、もう癖もないし食べやすいね。ヤギ、え、子供？ヤギの子供って黒いの？え、この白いのとから黒いのが生まれるのかな。え、犬みたいだね、子供ね。首輪を巻いていますから、どうやら飼いヤギのようです。なんかいい空気だよね、この辺が。全く動じない感じがまたいい。だからカメラ向けてもまあ当たり前だけど。松の台湾食べ歩き、大口大食い男が次々と台湾で平らげていく。